はい、どうも、白滝です。今回の動画は、エキサイティングプレイヤーについて話していこうかなと。まあ、第2弾で、登場してくる選手、その時の能力、強い選手は誰なのか、この動画でね、紹介していこうかなと思います。まあ、今後もね、こういった、プロスピースの情報に関して、毎日ね、投稿していくので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、第2弾が楽しみだという方は、高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方をやっていきましょう。選手名鑑の方になりまして、オリックスは宇田川選手が登場してきます。で、能力は左側に書かれていまして、通常の能力とエキサイティングの能力、まあ、称号でね、QA にすることができる能力で登場してきます。で、リアルタイム対戦の評価はどうなのか、まあ、フォークとね、スプリット2種の投げ分けをすることができるので、まあ、リアルタイム対戦で使えてくる投手にはなっています。まあ、ガチ勢に関しては藤井さんとか、まあ、高梨さん、まあ、その他かね、強い選手がいるんですけれども、まさにね、純正の方、まあ、あとは最近始めた方であれば中継ぎの投手として使えてきます。で、特殊能力はまだ判明していないんですけれども、まあ、第3特殊能力、熱気というね、新特殊能力が追加されるので、まあ、12球団でも使えてくる可能性がある、まあ、選手にはなっています。ソフトバンクは藤井選手が登場。デフォルト球威 A なのでリーグで使えてくる。まあ、第2弾の大当たりの選手になってくると思います。まあ、全国大会で、ね、今開催されているんですけれども、まあ、藤井さんとね、当たった方ならわかると思います。このね、フォースラと縦スライダーの見分けがね、つきにくい、もう打ちにくい投手になっている。まあ、さらにね、今シリーズから限界突破せずとも先発起用することができまして、限界突破すれば、まあ、抑えも起用できる。まあ、どこでも守れるので、まあ、藤井選手第2弾で、獲得する価値がある選手は、まあ、藤井選手になってくるんじゃないのかなと。まあ、特殊能力もね、熱気、まあ、パワーをね、マイナス9してくれるので、まあ、さに60連目で取るんであれば藤井さん、まあ、獲得した方がいいんじゃないのかなと思います。西武は今井選手が登場してきまして、通常の能力が79、57、79、エキサイティング補正がかかると80、58、80、デフォルト、QEA、スタミナ A の同値になるので、リーグはかなり強い選手になってくると思います。まあ、リアルタイム対戦では使えないかな。ツーシームスプリット、ツーシームフォーク、まあ、あとは同じ変化方向のね、球種が、まあ、強い環境になっている。で、その球種をね、持っていない今井選手は、まあ、純正向きの選手になってくると思います。楽天で登場してくるのが則本選手。称号で QEA、スタミナ A のね、同値にすることができまして、リーグ専用の投手。リアルタイム対戦では使えてきません。2023年第1球種スプリット、第2球種に縦スライダー、これの投げ分けはあんまり強くないので、リーグ専用の投手。まあ、そうやね、つい最近ね、 TS 第1弾で則本さんが登場したので、まあ、使うんであればこちらの則本さんを使ってください。第1球種フォーク、第2球種にスプリット、まあ、一応ね、下方向の投げ分けすることができて、まあ、新特殊能力超奪三振賞も持っているので、まあ、こちらの則本さんを持っている場合は、まあ、継承はせずに TS バージョンで、リアルタイム対戦で使っていってもらえればなと思います。ロッテになりまして、2023年シリーズ1では藤原選手未登場でして、まあ、過去の、ね、能力見ていきましょう。2022年シリーズ2、この時は弾道高弾道61、65、80、まあ、そうやね、今現在の打率が2割9分1厘なんですけれども、まあ、能力どうなんやろ、ミートがまあ65から63あたりのね、能力で、まあ、登場してくるんじゃないのかなと思います。まあ、タイプとしては総力型なので、まあ、リーグで使えてこないんですけれども、まあ、純正向きの選手。まあ、リアルタイム対戦で使うのもちょっと厳しいかと思います。まあ、過去ね、広角打法を持っていたんですけれども、まあ、今はプルヒッターと、まさに純正向きの選手になってくるんじゃないのかなと。日本ハムファイターズは松本選手が登場してきまして、エキサイティングプレイヤー時は能力84、71、78、前回の特殊能力見ていきたいんですけれども、超アベレージヒッターでミートを大アップ、でラインドライブでパワーを中アップ、で新特殊能力熱気でパワーを中アップ。これ全発動した時、もしかしてミート90、パワー90以上いくんじゃないですか。ちょっと今計算はできないんですけれども、まあ、分かる方はねコメントで書いてください。いや、やばくない？松本選手、打者の中ではもう第2弾、当たりの選手になってくるんじゃ
ないのかなと。まあ、この後ね、アーチスト降格の岡本選手も紹介していきたいんですけれども、まあ、2番目、いや、1番目にもしかしたらなるかもしれない。いや、松本選手ね、自分欲しいんですよ。まあ、日ハム枠もいないし、ラインドライブでしょ？いや、かなり期待できる選手になってくるんじゃないのかなと。セリーグの方になりまして、ヤクルトは田口選手、エキサイティング補正で77、77、74、総合で QEA、まあ、あるいは正 QA にすることができます。でリアルタイム対戦では使えてきません。まあ、そのフォークがなくなったので、まあ、ツーシームとスロースクリューだけでは相手を抑えることは難しい。まあ、タイピンチもあるんですけれども、フォークなくなったのは、まあ、かなり痛いんじゃないのかなと思います。横浜は山崎選手が登場。エキサイティング時は81、81、67、リーグ専用の投手。まあ、以前はね、ツーシーム上方向で、まあ、使ってる方はたまにいたんですけれども、まあ、横方向になったので、リアルタイム対戦では使えてきません。リーグ専用の投手。阪神は梅野選手、エキサイティング時は63、67、74、まあ、完全なね、総力型なので、リーグで使うことは厳しい。まあ、あと、リアルタイム対戦で使うのも厳しいかな。それであれば、第一弾で、まあ、星枠、坂倉さんを取ってください。巨人は岡本選手が登場。エキサイティング時はミートから70、84、61、まあ、守備の適性も S ランク時はね、B になりまして、アーチスト降格、まあ、第2弾のね、大当たり枠になってきます。広島で登場してくるのが堂林選手。エキサイティングプレイヤー時は63、71、74、まあ、総力型なのでリーグで使うのは厳しい。まあ、一応ね、称号でパワー型にすることはできます。で、限界突破すればね、レフト、サード、ファースト、まあ、起用することができまして、特殊能力、広角打法を持っている。まあ、堂林選手はさやね、まあ、使いたい方は使ってくださいという、まあ、選手になってくるんじゃないのかなと。まあ、ライトはまあ柳田さんとかいますし、まあ、田村さんとか、まあ、ファースト、バースさん、落合さん、サード、村上さん、岡本さんと、まあ、アーチスト広角の方がね、強いので、まあ、その堂林さん、ラインドライブをね、使いたいという方は、まあ、当たりの選手になってくるんじゃないのかなと。そして最後、中日が松葉選手。2023シリーズ1の通常が75、81、72、エキサイティング時が76、82、73で、球種になりまして、まあ、ツーシーム持っているんですけれども、リアルタイム対戦で使うのは厳しい。まあ、それであればね、山本さん、メルセデスさん、ダルビッシュさん、千賀さんとね、強い選手がいるので、まあ、そちら使ってください。まあ、あと特殊能力もタイピンチがなくなったのかな。まあ、2022年シリーズ1は、まあ、タイピンチ20丸あったんですけれども、まあ、タイピンチもなくなったので、まあ、リアルタイム対戦使うのは厳しい。まあ、純正向きの選手。今回の動画はエキサイティングプレイヤー第2弾が、まあ、来週にね、登場してくると思うので、まあ、選手のね、能力などを見ていきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録者ね、もうすぐ 4.5 万人なので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、第2弾が楽しみだという方は高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。